はい、こんにちは。妖怪メダルバスターズ第5幕と、妖怪メダル、U ですね、 U の3弾、新章発見ジャパンの国からこんにちは、これを3パックずつ買ってますので、開けていきたいと思います。じゃあまず最初にこのこれです。5幕ですね。これでバスターズが終わりって噂があるんですけどね。じゃあ開けてみましょう。エンマが出てくれたら嬉しいですね。さあ何が出るでしょうか。じゃーん、ウラキュンタです。もう一個はじゃーん、ヘコキジンでした。はい、じゃあ2パック目いきます。2パック目です。じゃーん、日暮らし丸です。もう一個はじゃーん、白駒ゴールドです。じゃあ3つ目です。駒さん S です。駒さん S と、長バナナでした。じゃあ次は、これですね。妖怪メダル U の歌メダル3弾開けていきたいと思います。さあコロンブス出るんでしょうか。レジェンドメダル、じゃーん、魔天王です。それとなんでこれ、散らかし家来、新妖怪ですね。次は、これコロンブスが出てくれるといいんですけど、じゃん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 、太鼓持ちとじゃん、なんでなんです。新妖怪続々と出てますね。で最後これにコロンブス入ってるでしょうか。お、歌メダルでした。はい、これピントクルセイダースじゃないのと、また太鼓持ちダブりました。ピントクルセイダースと太鼓持ちです。またこの後 QR あげますので、ぜひ皆さん、見てください。ありがとうございました。バイバイ。